賞味半年もね、はいはい、まとも練習してる、はい、それででも一発目で仕上がるっていうのは思ったな。イメージがもうできてたので、だいたい感覚ってイメージなんですよ。自分のイメージが崩れるからその感覚が来るってあるんですけど、この感覚ってやっぱ本当になかなかない感覚だと思うんで、プロですからそれしかやってないですか。いやいや、 We were prepared to mix it up. We were prepared to mix things, to take them down if need be. We were planning to use kicks. You didn't just punch him. You know, we were going to show more of his arsenal, more of his weapons, because he's got a lot of tools. 作戦技に持っていくそのなんていうんですかね、プランですよね。それがプラン A ですね。でプラン B いけると思ったらいけるっていうのがプラン B で、プラン C は、まあ、全部混ぜる、パパ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 パ、デメトリアス・ジョンソンみたいなイメージです。それをやる。当日迎えた今の心境はいかがですか。いやー、楽しみです。ワクワク、ワクすごい調子いいですね。逃げ合わせる、こっちだと思う、こっちから行くと思う、多分。で、あと1ラウンドのうちに自分からテイクダウンを取って、寝技でも攻めていこうかなっていうプランでした。タイさんは向こうがどう来るという分析してました。あんまり、入ってこないと思ってましたね、パンチで。僕のパンチとかのカウンターでタックルとかそういうのでテイクダウンを狙ってくれたかなっていう警戒をしてましたね。行きますか。やっていきます。はい、OK、 と大事なの忘れてたよ。みたいな、あ、出てこいよって笑っちゃっても。堀口恭司選手の入場です。大晦日の今宵、大復活を遂げようとしています。さあ帰ってきた史上最強のメイドインジャパン、堀口恭司。だから自分が落ち込むっていうより本当に周りの人ですね。自分は周りの人が泣いてたりするのを見て、今に見てる大晦日をぶっ飛ばして盛り上げてやるって思った時にまた手術 でやっと今年の大晦日こうやって帰ってこれて、まあ、すごい嬉しいなと。第3代ライジンバンタム級チャンピオン、革命のアウトサイダー朝倉海、いざ真の最強へ、最強の挑戦。本当に落ち着いてましたし、コンディションもすごく良かったんですよね。声援の大きさとかやっぱすごい、盛り上がってくれてるなっていうのは感じて、すごい嬉しかったですね。まさに最強対最強。そのリングに上がったら本当に機械的にやることをやってるやつが強いんですよ。怖さとかなく本当に冷静でいられるやつが自分は強いと思うんですよ。